リサーチマップとは、研究者の経歴や論文リストなどプロフィールの管理を支援するインターネット上のサービスで、研究者の情報を集積するデータベースである。新世代研究基盤として、経歴、論文リストなどを履歴書として整理する、機能、可見費等の書類フォーマット作成支援機能、ブログ機能、コミュニティ機能などを備えたポータルサイトである。 日本の大学共同利用機関法人情報システム研究機構の新領域融合研究の一環として国立情報学研究所社会共有地研究センターが運営を開始した。2011年11月から科学技術振興機構が運営し国立情報学研究所社会共有地研究センターが設計と研究開発を担う。 ウェブサイトは日本語と一部英語で記され、日本に在住する研究者、海外に滞在する日本人研究者を主な対象に無料で公開している。サービス目的分野やところ属を超えた研究者コミュニティを構築することによる研究の活性化研究者を中心に据えた多様な研究情報の収集収集。 編集した研究一時データを核とした新たなインテリジェンス技術の創生、ネットコモンズを用いて構成し、他に汎用連想計算エンジン下タを採用している。日本の研究者情報のデータベースは他にも国立研究開発法人科学技術振興機構の研究開発支援総合ディレクトリがあったが、2011年にロワと JST は、 リサーチマップと READ の統合を合意し、READ& リサーチマップとして11月にサービス提供を開始し、READ は9月1日に更新を停止した。2014年4月に名称をリサーチマップへ改めた。ありがとうございます。